皆様は大東亜戦争の終結後に日本の政治家や軍事指導者たちが裁かれた裁判をご存知であろうか。東京裁判である。これにより1928年の張作霖爆破事件から1945年終戦の大東亜戦争までの日本の戦争に関わった人たちが裁かれることとなった。東京裁判で裁かれたのがいわゆる A 級戦犯、 B 級、C 級戦犯者の彼らは横浜の米軍法廷で裁かれた。まずこの A、B、C がどのような分類かというのを説明をする必要がある。 A 級で裁かれた人たちは日本を戦争に導く主導的役割を果たしたとされる人物であった。主に平和に対する罪の容疑で逮捕され、侵略行為、戦争などを計画、実行した罪というわけだ。一方その他の軍人は B 級、通例の戦争犯罪、 C 級、人道に対する罪として裁かれることとなった。この東京裁判は1946年5月3日から東京の市ヶ谷の旧陸軍士官学校で開かれることとなった。ここに極東国際軍事裁判を改定し、提示される問題を聴取する。しかしこの裁判の判事11名はなんと全員がアメリカ、イギリスなどの戦勝国から派遣されるものであった。そのためアメリカ軍による東京大空襲や原爆投下などでの民間人の虐殺行為に対しては一切の責任を追及しないという不公平が許されたのである。そして同日の午後、東条英機をはじめとする28名の全被告が入廷した。しかしそこには全被告の日本人弁護士の姿はなかった。この全弁護人が揃ったのは東京裁判後半の3日というありさまであった。東京裁判に入廷した時からある人物が不審な挙動を見せ、法廷内にざわめきが広がった。永久犯罪で起訴された唯一の民間人である大川周明である。裁判に水色のパジャマと裸足に下駄という姿で出廷し、おかしな言動をとっていた。ついには東条英機の頭を、精神異常と判断され、大川は起訴を免れた。1946年5月14日、アメリカ合衆国の陸軍軍人であるベン・ブルース・ブレイクニーはこのような発言をした。国家の行為である戦争の個人責任を問うことは法律的に誤りである。戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争が合法的だからである。戦争自体が非合法ならこの裁判は全く無意味です。この後ブレイクニー弁護士は広島の原爆投下についてこのように述べた。原爆を投下した者がいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認した者がいる。その者たちが裁いているのだ。彼らも殺人者ではないか。しかしこの発言が始まると同時通訳が停止し、日本語の速記録にもこの部分のみ、以下通訳なしとしか記載されなかった。東京裁判を裁くために戦勝国側のみから派遣された11名の判事の中に、インドから派遣されたラダ・ビノード・パール判事という人物がいた。彼は国際法の専門家であった。この裁判は文明国の法律に含まれる尊い諸原則を完全に無視した不法行為である。ただ勝者であるという理由だけで敗者を裁くことはできないと日本側全員の無罪を主張した。彼の他にも日本側の意見を少なからず述べた人物がいた。石原莞爾だ。石原は東京裁判に出廷を命じられたが、私は病気だ、話が聞きたいのならお前たちが来いと言って放ち、なんと東京裁判を東北地方まで出張させたという。そして彼はそこで堂々と出廷し発言した。この度の戦争は全て満州事変を発端として起こった。違うか。その通りだ。満州事変を起こしたのはこの俺だ。満州国を作ったのはこの俺だ。なぜ俺を戦争犯罪者として裁かん。あなたは証人として呼ばれたのですから、そんなことは言わないでください。石原は再び喋り出した。アメリカは偉く日本の戦争責任を古くまで遡ろうとしているらしい。一体いつまで遡るつもりか。日本の行った侵略戦争全てを裁きたい。
できれば日清日露戦争まで裁きたい。じゃあペリーを連れてこい。俺たちは鎖国していたんだぞ。それを無理に開国させたのはお前らだろ。この発言に裁判長は動揺した。最後の質問をします。あなたはこの戦争で最も罪深い戦争犯罪者は誰と思いますか？それはアメリカ大統領トルーマンである。罪のない人間を原子爆弾で殺しまくり、20万人も殺して、それが正義だと言えるのか？これを聞くと裁判長は裁判記録の削除を命令。そして裁判は終わった。裁判が終了してから法廷で傍聴していた記者が泣きながら石原に駆け寄って言ったという。将軍、嬉しかったです。日本のかつての指揮者が背中を曲げておどおどしながら答弁するのを聞いていて悲しかったんです。今日の将軍の発言を聞いて胸がすく思いがしました。君、私はもう将軍ではないよ。最終的にパール判事だけが日本側全員の無罪を主張し、残りの10名は全員が有罪判決を下した。そして1948年11月11日、永久戦犯の28人の被告に有罪判決が下った。判決、東条英機被告を絞首刑とする。うち東条英機を含む7名が絞首刑、16名が終身禁錮刑、1名が禁錮20年、1名が禁錮7年、2名が拘留中に死亡、1名が精神病とされ釈放となるものであった。その後同年の12月23日巣鴨拘置所内にて東条英機、広田光希元首相ら7人の絞首刑が実行された。永久戦犯の遺骨は直ちに米軍がいずこかへ持ち去り、遺族には返還されることなく太平洋に散骨された。東京では裁かれなかったが、 B 級犯罪と C 級犯罪についても多くの日本人が戦犯として国内外で逮捕され、5000人以上が有罪になり、900人以上が処刑されたという。東京裁判は現在も不当な裁判だと言われることがある。というのも、日本がポツダム宣言を受諾した当時の国際法には永久犯罪の平和に対する罪や C 級犯罪の人道に対する罪などという罪は存在していなかったからである。この2つの罪は1946年にマッカーサーが中心となって作った極東国際軍事裁判所条例で独自に規定したものである。つまり新しく作った法律で過去の犯罪を裁いたのだ。このようにして日本は不当に悪の烙印を押され、歴史に刻まれることになったわけである。